こちらカプコンオフィシャルショップ e カプコン出張所にやってきました。こんな感じでとっても素敵な新商品がいっぱい並んでいます。早速いろいろお話を伺いたいと思います。それでは行ってきます。はい、それでは早速お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。早速なんですが、とっても素敵な帽子こちらは何の商品なんですか？こちらはですね、モンスターハンターに登場する、郵便屋さんという、郵便屋さんアイルというキャラクターの、まあ、帽子になるんですけど、実際これを再現して作っちゃいましたので。もうすごく可愛い、ありがとうございます。アニメですよね、このアニメ。そうですね、このボコってした部分がこちらの商品がイベント、まあ、今回のイベントと、あとは e カプコンの限定商品になるんですね。なので、まあ、こういったイベントがない限りはちょっと販売していないので、ちょっとここで必ず入手してほしい商品の一つです。かなり一押しの商品なんですね。はい、さらに他にもなんかいろいろと、はい、ガサガサ、カブトまで大丈夫ですよ、はい、あとはこちら、こちらもモンスターハンター登場するこんがり肉。こんがりにこれもですね、イベントと e カプコンの限定商品となりますので、はい、ですね、過去にモンスターハンターフェスタでイベントをやったんですけども、はい、その時にすぐ完売してしまったんで、それをですね、そうです、はい、でこれを再販して、今回のため特別作りましたので、きっと思ってた方いっぱいいらっしゃると思います、はいはい、でそこで入手できなかった人はもうすぐ買いに来てもらえれば、今回の、はい、ゲームショーで、そうですね、ぜひお願いします。すごい可愛いですね。気持ちいいですモフモフですさらに他にもいろいろとございますね、はいはい、たくさんあるんですけれども、はい、まあ、お祭りモンスターハンターでつながると、かわいい、これ肉球タコパンチ、はい、肩たたき、あ、肩たたき、それペンかと思いました最初これで、はい、肩たたき、あ、気持ちいい結構ね、しっかりこう硬くなってるんで、はい、ツボにも入る感じで、はい、結構強力なパンチがやってきます、はい、ここはですね、食品類結構販売します。お土産としてですけども、いいですね、はい、今回初出店になるモンスターハンター4の、はい、ちょっとビジュアルを使ってまして、はい、ブルーベリータルトになります。あ、美味しそう。かなり美味しいですね、これは、はい、いいですね。その他はですね、これちょっと可愛い、はい、アイルーの、ラングド社ですね、こちらもですね、ご用意してますし、その他たくす、まあ、いくつかな、ちょっと数忘れたんですけど、はい、いくつか、お菓子の方を用意してますので、こちらの方もぜひお土産に買っていっていただければと思います、はい、こんな感じでたくさん商品が揃ってるんですね、はい、ですね。その他も、はい、戦国バサラだったりとか、逆転裁判の商品をですね、かなり今回ご用意してますので、はい、ぜひ買いに来てください。これでぬいぐるみもありますので、はい、とても可愛い。こんな感じでたくさん揃っています、はい、ぜひ皆さんゲットしてください。お願いします。